どうします？どうしましょう。本当すみません。あ、いえいえ、先生は別に悪くないんですよ。そうそう、場所はちゃんと取ってくれたわけですし。まあただその場所がめちゃくちゃ小さかったってだけですから。そうそう、信じられないくらい小さかったってだけですので。本当すみません。まあこれじゃあさすがに花見はな。あ、そうだ、浮いて飲みます？え、私物理法則を無視できるんで皆さん浮かせますよ。浮いちゃえば場所関係ないですし。みんなで浮いて花見。まあでもさすがにちょっとそれは。ねえ、落ち着かなそうですし。それは浮き足立つってことですか？一旦すみません。本当すみません。あ、いえ、先生は悪くないので。一応座ってみます？え、まあ一応確認というか。いや確認って。まあ一応。あ、座れました。一応一人だと座れます。あ、よかった。一人ならなんとか座れそうですよ。まあでもこの後10人来ますからね。ですよね。あとそもそもなんですけど、ここからだと桜が遠すぎて全然見えませんね。ああ、本当すみません。浮いて飲むメリットお教えしてもいいですか？一旦大丈夫です。ああ、もう何が悪かったんだ、なんでこうなっちゃったんだよ。そもそも用意したブルーシートが悪かったという可能性は。え、あ、すみません。いや、原因はこれかなと思って。ていうかこんなちっちゃいブルーシートあるんですね。え、あ、いや、なんでもないです。ブルーシート。もちろん先生は悪くないんですよ。朝早く起きて場所取ってくれたわけですしね。あ、はい、一応始発で。あ、始発で。そんな早くからこんなちっちゃい場所を。あ、心根先生。え、あ、すいません。先生が来た時はもう結構埋まってた感じですか？いえ、最初は誰もいませんでした。気づいたらどんどん囲まれていって、最終的にこのシート分だけしか残りませんでした。ちなみにこのシートは元からこのサイズで？あ、はい。あー、じゃあそれがダメでしたね。そうですね。本当にすみません。あ、いや、先生のせいではないんですよ。自分が人数分このブルーシートを買っていれば。そこではないんですよ。もちろん先生のせいでもないんですけど。ブルーシート、ブルーシートが悪いんです。そう、こんなクソちっちゃいブルーシートがあるからこんなことが起きたわけですし。こんなちっちゃい、何に使うか分かんないブルーシートさえ売ってなければね。あ、もしかしてこれ自分がこのサイズを買ったからこんなことになってしまったんですか？そうなんですけど、先生のせいじゃないです。すみません、本当。気づいてなかった感じですか？何にですか？ああ、じゃあ大丈夫です。浮いて飲みますか？しつこいな。浮きませんよ。浮いて飲むとチャミスルが美味しくなるんですよ。割らないだろどこでも。ああ、僕は浮くの賛成ですよ。楽しそうなんで。じゃあ行きますよ。え、そんな急に？浮力という力は流体が物体を押し上げる力のことを指します。ああ、意外といいですね、上から見る桜。綺麗。なんか結果的に私のブルーシートのおかげでいいものが見れましたね。私立パラノマル高校ハーフアニバーサリー記念初グッズがスズリで販売スタート。概要欄から飛べます。みんなよろしく。うるさ。